はい、ということで、動画を区切るかどうかも決めてないんですけども、ここからはね、歩いてとりあえず2店舗、サードプラネット大津浜松というところと、もう1店舗は、浜松フレスポのゲームスポットというところですかね。まあ、一応まあ浜松駅からもバスが出ていて、まあ、帰りというかね、ゲーセンに寄った後はまあそれで向かうんですけども、まあこのね、浜松駅からは若干距離があるんですけども、まあ渋谷からの高速バスだと、まあ割と近いところまでね、直で来れるという、なんかそういう、ね、その行ったり来たりしなくていいみたいなのはなんかちょっと得したような、ね、感じがありますけども、ちょっとまだ見えないですかね。ちなみにこの道路は、国道152号線なんですか。152号線っていうと、あのというか天竜方面、なんか山の方にね、どんどんま北の方に向かっていくような道ですかね。はい、まあ適当に行きましょう。先ほどのバス停から、11分歩いてきましたね。まあ、ずっとこのね、浜松市郊外だけども、まあ、ロードサイド店舗多めの、ところを来て、ここはこっちに行けということですけども、そこ渡れますかね。あ、もう正面すぐですね。大津、サードプラネット。まあ、ここはサープラ、だけじゃなくて、なんか大津というね、いろいろ入ってる中にゲーセンもあるというところですかね。ここ片側2車線あるのか、ちょっと渡れるか微妙だけど行かせてもらいたい。はい、こちらサープラ大津出てきました。ここシングルワイルド結構ありましたね。シグマのボーナススピン Z と、あとメカスロのフリーワイルド、それから、結構珍しいやつではオーガスの新列伝ですかね。まあ、なんか全然期待しないで来たんですけどもね、結構充実してましたね。まあ、プレイしても良かったんですけどね。でもこれあのなんか順番とかがね、違ければプレイしていた可能性高いですけども、ちょっとこの次の店舗ですね。この正面左側の、一角なんですけど、どこだろうな。コストコの奥ですね。あの左奥のその辺から行けますかね。わからないですけども、そこのね、フレスポ。まあ、そっちがまあ今回、今このタイミングでのメインなので、まあとりあえずね、まあメダルやるならこっちということで、適当に行ってみましょう。こちらフレスポ内のね、スポットという多分ゲーセンでいいと思うんですけど、行ってきました。いや、情報通りすごい充実してましたね。まあ、シングルメダルこそないんですけどもね、シングルプッシャーが4台と、あとはちょっとあれ何系というのかわからないんですけどもね、メダルをなんか銃のようなね、その、なんか銃のようなあれはなんていうんですかね、それで直接打ち出すと、あの画面のね、そのメダルの当たったあたりでアクションが起きるという、私もこのシリーズはあの動画で見ただけでね、あの全然触ったこともなかったんですけども、ここで初プレイ。まああのね、そんなにもう時間も、なく、まあ、メダルもそんなにね、あの100円12枚で、まあ、あのたくさんは借りなかったので、まあ、あれなんですけども、まあね、楽しめましたね。はい、でそれ以外にもキッズメダル系は、アンパンマンのあっち向いてほいとか、ハムチャンズですかね、トトコマ、あるいはハムチャンズ、ハム太郎のやつですね。それからあとは、サンバイトのジャンケンマンジャックポットと、あとプップンルーレットでいいんですかね。このプップンルーレットはね、以前別のゲーセンで見かけでちょっとプレイできなくて心残りという感じだったのでね、ここでプレイしたんですけども、48枚のあたり割れましたね。3枚掛けで16倍あたり、はい、まあ、そんなところですね。で、
今2時6分になるところで、バス停がその辺にあると思うんですけど、2時8分発なのでちょっと急がないといけない。はい、こちらでしたね。浜松プラザのバス停で、正面に見えているのが先ほどのフレスポ、そしてその前に行ったオズ、サードプラネットは、まあ、向こうにちょっと見えてますね。で、今ちょうど時刻が2時8分になったところですけども、まあ、バスはまだ来ないですね。お待たせいたしました、浜松行き駅です。結局4分遅れで来て、23分乗りましたね。多分時刻表ではもうちょい早く着く、あれだったと思うんですけどもね、まあ、結構道は混んでましたね。で、私はここからね、区役所巡りということで、まずは反対側南口に向かいますね。